ここ始まりで行こうと思うんだけど、はい、ちょっとおやつの時間になっちゃったからおやつ食べようかな。おやつ、うん、何ですかこれ。え、有名じゃん。カモサブレ。なんかこれハートサブレパクってません？何パクってない。何がパクってる気するけど、まあ、カモサブレをこの鴨川で食べるっていう、そうよ、ほのぼのしたスタート、うん、あ赤根丸散歩イン出町柳。はい、ここ結構学生街なんで、うん、僕はここら辺で結構過ごしてましたね。はい、こちらが出町マスガタ商店街です。マスガタですね。マスガタ、はい、マスガタ商店街。はい、行ってみましょうか。かわいいよ、カタカナでタコ。確かにタコ。タコ九条いいんちゃう。タコ九条。あ、そうなんですね。やっぱ九条ネギ乗ってるんですか。うわ、じゃあタコ九条の6個見て、かわいい。かわいいね。タコ九条、タコ九条みたい。うまいこと言うね。うまいかこれ。すごい。ここか。見てて、こんなんなかなかないんじゃん。僕も初めて見ました、こういう瓶で。ちょっと待って、いける？どっちや。上ですね、そう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 。で、あ、こうか、オッケーオッケー。ん？変わってください。こうですね。あ、上手やな。どうぞ。なんか私が全然できんやつみたいな。いやいやいや、そんなことないですけど。もう一回行っとろうかな。いや、もうなんでよ。いただきまーす。あっ、私が美味しいです。お、安いです。量がすごい。安いですね。ほんまに。小芋さん、でも皮むくの大変じゃないですか？本当に？こうやって？ナスと。これ川合神社、何が一番有名か知ってますか？カモやろ。え、カモ？違います。あの、絵馬に自分の化粧品で顔を描いて、可愛くなろうっていうので、川合神社。そうなんだ。可愛いの、可愛い？いや、知らないです。ここが旧日池下鴨辺って、はいはい、すっごい広いんですってこれ、うん、だけどもう今日は休館日で、あ、残念ながら寄った際は、はい、入りましょう。怖っ怖っ。出町柳周辺に来られた方は寄ってみてくださいね。